エゾウグイはウグイアカに属する淡水魚である。サハリン、北海道、東北地方に分布する。北海道では河川の全域に分布するが航開しない。東北では河川の上流部に生息している。アブラハヤとの間で属間雑種の存在が報告されている。最大40センチメートル程度になる。よく似た種類にウグイがいるが、 産卵期に糞が突出して見分けやすくなる。一般的に尻びれの外縁部が凹むが、エゾウグイは直線的である。背面は黄色がかった褐色か青がかった肺褐色で覆面に行くに従って白色になる。体側中央に黒色縦状があるが不明瞭なことが多い。その縦状の上にやや金属光沢のある灰色がかった縦線がある。オスのヒレは メスと比べるとやや大きくなる。繁殖期には、オスの頭部と背面に小さく白い追星ができ、大々赤色のコイン色が、背びれと尾びれを除く角ひれの基部とが下ぶ、尻びれ周辺から小柄含めに現れる。河川上流から中流にかけての冷たい流れの川に多く生息している。産卵期は、北海道の場合6月から7月であり、 やや浅い川のされきに散乱する。植生技食は雑である。ありがとうございます。